トレーディングアーム式サスペンションとは、スイングアームを用いた自動車のサスペンション形式の一つで、スイング軸が車軸の前にあることから、トレーディングの名が付いている。なお、トーションビーム式サスペンションを、カタログ上でトレーディングアーム式と記述している場合もある。左右のトレーディングアームを非合体のビームで繋いだものがトーションビームサスペンションである。 独立喧嘩の形式としては長い歴史を持ち、組み合わされるバネはコイル、トーションバー、空気が一般的。マルチリンクやダブルウィッシュボーンとは異なり、アームとハブとは合傑である。フォルクスワーゲンタイプ1とその派生者のフロントサスペンションはトーションバースプリングの取り付けに工夫を凝らした上下2段のトレーリングアームを持ったダブルトレーリングリンク式で、この場合、 リンクとハブは自由に動く。スイング軸と車軸がほぼ平行のものはフルトレーリングアームとも呼ばれ、主に前輪駆動車の後輪に用いられる。スイングの軌跡からストローク時の等とキャンバー変化がほとんどないが、車体ロール時には左右ともに同じ方向のキャンバー角となる。駆動輪に用いる場合、ドライブシャフトの屈曲や伸縮が少なくなるよう、 スイング軸を水平方向に変更させる。これはセミトレーリングアームと呼ばれ、ダイアゴナルスイングアクセルに比べ、スイング軸の角度は少ない。ストローク時のスイングの軌跡から、塔とキャンバーの変化が大きい。塔はバウンドリバウンド側ともに内向きとなり、安定方向に採用する。キャンバーは一時から縮むとネガティブ、伸びるとポジティブとなり、 車体ロール時のタイヤの設置性を上げる効果があるが、横 G 限界での挙動変化はやや大きい。1950年代以降、欧州や日本の上級降臨駆動車の降臨に用いられてきたが、その後、自動車の速度の向上と重量の増加による高エネルギー化に伴い、ダブルウィッシュボーン、さらにマルチリンクにとって変わられた。独立喧嘩、 車軸喧嘩の両方の形式に対応可能である。車高を下げると構造上アームが持ち上がった状態となってしまい、ホイールベースが極端に短くなり、ハンドリングに影響が出る場合がある。ありがとうございます。